はい今日の質問ですイエス・キリストは3日目に復活したと言われていますが復活の体は本当にあるのですか信じがたい気がします復活の体とはどういうものですかはい。では復活の体に関していつものように3つ申し上げます1番目に今私たちが持っている体は地上で生きるのに適した体です この地上の体はアダムを経由して与えられたものですすべての人はアダムの子孫です最初地上の体は死ぬことのない体として作られましたがアダムの堕落によって死ぬべき体になってしまいましたですから私たちが今持っているこの地上の体は有限なものです死ぬべきものです朽ちていくものです そして死の現実から免れる人は一人もいません。2番目にそれに対して「復活の体」は天でで生きるのに適した体です地上の体と復活の体を対比した聖書箇所があります。それはパウロが書いた「コリントビテの手紙第115章35から54」。 コリントビトへの手紙第115章35から54です。その箇所でパウロは今私たちが持っている体を地上の体あるいは自然の命の体と呼んでいます。それに対して復活の体を天上の体あるいは霊の体と呼んでいます。霊の体 と言ってますけどこれは、例だけでできた体という意味ではないんです。これは、天井で生きるのに適した体という意味で、つまり死ぬことのない体という意味で、例の体と彼は読んでいるわけです。それがどういう特徴を持っているのかこれは、イエス・キリストの復活の記録を読めば、ある程度分かります。例えば、イエス・キリストの体は、復活の体は、弟子たちが触れることができました。同時に、 壁や扉をすり抜けて移動することができました。つまり、地上の物理的制約に縛られていないということです。さらに、イエスの復活の体は、食物を摂取することができた、魚をお食べになりました。しかし、地上の体のように、食物がなければ存在できないというような体ではないんです。さらに、地上の体と復活の体には、連続性と断絶性があります。 つまり朽ちる体地上の体が朽ちない体天井の体に変化したという意味では断絶があるわけですところが見かけが似ているという意味では連続性がありますつまり私たちが復活の体で再会した時にあなたのこと私のことをお互いが認識できるということですそれが連続性ですねそして最後3番目に復活の体を得る唯一の方法はイエス・キリストを救い主と信じることです 生まれたままの私たちは最初のアダムに繋がっています。つまり、アダムと手を組んでいるわけです。そして私たちはアダムにあって罪を犯し死んでいくんですね。ところはイエス・キリストは最後のアダムと呼んで呼ばれています。イエス・キリストを信じた人は最初のアダムとの関係を断ち切り、最後のアダムであるイエスに繋がったんです。そして、イエス・キリストのうちにあって罪の許しと 永遠の命の約束を得たわけです。イエス・キリストを信じる人はやがて復活の体つまり栄光の体を得て永遠に神と共に住まうようになります。クリスチャンにはこの希望が与えられています。あなたもぜひイエス・キリストを信頼してこの希望を自分のものにしてください。ではまた次の Q&A でお目にかかりましょう。ありがとうございました。